もほら結構ひげ生やしてる業界の人って多いからね。多いね、確かに、うん、そうです。逆に珍しいんだよね、ひげがあまりないっていう人もね。ツルツルっていう人も少ないですよ、この業界。結構あごひげだけあったりとかする人結構いますしね。ここら辺のお正月だけは剃ったもんね。なんかあの理想の僕のね理想、まあ、あのただ単に生やしてるんじゃなくてちゃんと整えて生やしてるのね。綺麗な方、はい、ここだけ伸ばしてくるりって巻いてもらいたい。それはすごいずっと手入れしてないとならないからね、くるりんとこ、ね、それはあれですよね、なんかイギリスでなんかやってヒゲコンテストみたいな。そう、英国紳士的なのよ、これだけ。なんかあるとこうピョンピョンってこう。あれは間違えると中国人みたいになっちゃうからね。こう垂れちゃったらこう。あいやいやでもあれ、ね、ヒゲ伸ばすと、はい、ストックに引っかかる。そう、あのうちのね、エリツバが、ね、いたっつってそれで頭来て剃るんだ。それがきっかけですから。俺も大体ね、そう生やしてる時は痛いらしいよ。 M4 のストックにピチッて痛っ あのね、すげえ痛いんだってあれ、デメリュー。デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー絶賛放送中。最新情報が盛りだくさん、ぜひ見てください。説明しよう。普段はまるでさえないスノボ部はアフロを装着することで突如として変貌し、やりやりイケイケの超チャラい男に変身してしまうのだ。その能力は解明されていないが、特殊ジャケットを着込み、肩にはボブソールの巨大ラジカセプライヤー、胸元というか腹には木彫りのクマトミーが装着される。そう、彼の名はあのボブである。